はい、こんばんは。カッキーエシリュージンです。はい、今回も東京オリンピックの関連の話なんですけれど、上野由紀子選手っていう方がいるんですけれど、まあ、この方がですね、ソフトボールのなんですけどね、試合中になんか金属バットあるじゃないですか。これこういう風にやったらですね金属バットがね折れていたみたいなんですね。はい、金属バットを、折るっていうあれだったんですけれども、折る瞬間って、動画のタイトルでは書かれてますけれど、すいませんね、この動画ではないです。YouTube とか何か他ので探ってみたら、あると思うので、そちらをご覧くださいね。はい、その一瞬金属バットをね折っている、もう折る瞬間見たんですけれど、こんなに折れるんだ、金属バットって、ごめんなさいね、金属バットって簡単に折れるんだなと思いましたね。はい、当てただけであんなに折れるんだなって思いましたよ。簡単に折れるんだねって、ね、折れるんだなって思っていてですね。はい、いやー、すごいですね、なんかある意味はいはい、上野選手っていうより金属バットがこういう風に折れるっていうのがね、なんかそっちの方がすごいなって思いましたね。上野選手には申し訳ないんですけどね。はい、てなわけで今回の話は上野由紀子選手が、金属バットをね、金属バットを、折る瞬間みたいなあれでしたね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。